3月11日、伊予鉄高島屋とその前の坊ちゃん広場で防災復興支援イベントが開かれました。この催しは東日本大震災が起こった3月11日に合わせ、市民に防災への意識を高めてもらおうと行われたものです。2つの会場には防災食の試食、家具の固定具や保存食などの防災グッズ紹介、気象現象の実験コーナーや防災啓発のパネル展示、寄進者や模擬衝突体験者などさまざまなブースが用意されました。ステージイベントでは新玉小学校5年生による歌の披露や、ハッピーカバー君やみきゃんらによる防災クイズ、日常生活でも役立つ防災ヨガの実演などが行われました。寄進者体験してみてどうでしたか？震度7っていうのは思ったよりも揺れが激しくて、なんかノリで行ったんですけど、ちょっと怖いなと思いました。これから気をつけようと思いました？思いました。まずご家庭で、食料1週間程度備蓄していただくっていうことは、すごく大切なことだと思います。で、実際に避難していただく場合には3日分程度の食料と、それと、生活必需品っていうのを持ち出していただいて、避難所の方にそういった形で避難していただければ、例えば食料にあってもですね、ご自分のお好み物でも食べれるっていうこともありますし、普段から食料をご家庭の方で少し多めに備蓄していただいて、それを消費したら、それをまたその消費した分だけまた備蓄するっていうような、購入するっていうような方法をしていただければ、あまり無駄もなくできるようになりますので、そういう形で備蓄をしていただけたらというふうに思います。いつ起こるかわからない自然災害、このイベントでの体験を通して、もしもの時を想像して、それに備える気持ちがより高まったのではないでしょうか。